蝶元蝶元は、韓国の牧師。ソウルにある、世界最大のキリスト教会、南寺島純福音教会の創立者。日本千万九霊運動を展開。アッセンブリーズ・オブ・ゴッド世界総裁を務める。1936年2月14日、大日本帝国の統治下にあった朝鮮半島の、継承南道にて生まれる。 17歳の時肺結核を患い、死を目前に、病床生活を送っていたが、見舞いに来た姉の友人を通して、福音を聞きイエスキリストを信じ、奇跡的に癒される。1956年、純福音人学校に入学、後の巻き替え道路舎で義理の母となる、再史実牧師に出会う。神学校を卒業した1958年、再牧師の自宅で、 創立礼拝を捧げる。その地に、7年間全身麻痺で病んでいた無尊という、子供の母親がいた。神の力を求める蝶は11ヶ月にわたり、祈り続けた。ある夜母親は、自宅にいる、はずの蝶が、母親の家の庭に来て祈っている幻と声を聞き、その声で立ち上がると癒されてしまった。これにより、 ミコと村のチンピラたちまでもがイエスを信じるようになり、異教者たちは自分たちの拝殿に火をつけ、焼き払ってしまった。村中の人々が出てきて祝福し、その土地を町に送った。その後天幕礼拝を開始。1961年1500席の街道が完成。1964年新都数3000名。多忙により倒れた町は、 聖書のでエジプト18時18分により区域組織を活性化。これが教会成長の基盤となる。1968年新都数8000名。1969年、ヨいドにて街道建築に着工。直後にオイルショックに見舞われ、町は財政的に絶望状況に陥る。工事は中断し、中断した。 地下室で毎晩神に叫び祈った。神徒たちも、教会蘇生運動を開始。ついに1973年街道が完成した。以降教会は急成長。1979年10万名、1981年20万名、1984年40万名、2006年78万名。 世界最大のキリスト教会として、ギネスブックに登録されている。教会の他に、国民日報、反世大学、エリム福祉タウン、良い人々などの機関、団体を設立しながら、宣教と教育、福祉と救済ミニストリーなどを行っている。長によれば、ある時神に、日本へ行けと言われたが、日本統治時代には、吉田政を強制された経験もしていたこともあり、 当時の朝は日本が大嫌いだった。アメリカ、ヨーロッパにやるべきことがたくさんありますと必死に抵抗するも断固日本へ行けと命じられたため、不本意ながらも日本へと渡り、伝道することにした。しかし来日後に日本選挙への思いを燃やし始め、日本千万救霊運動を展開。話せなかった日本語を必死で学び、日本のために日々泣きながら祈った。 夢の中でも日本語を話している日々が続いた。そんな、蝶の姿に南神島巡福音教会の生徒の人々が、蝶先生は日本人になったら良いのではないですかと冗談交じりに言うほどであったという。1980年7月6日からは、近畿テレビ、田全国ネットで、幸福への招待というタイトルで、蝶の番組が放映され、 日本千万九霊運動にはますます白車がかかるようになった。以降は頻繁に来日し、番組とリンクさせたものを含めた、正解、祈りの訓練セミナー、奉還ツアーなどを多数開催。番組は1998年に終了したが、その後も継続的に来日し、日本千万九霊運動を継続している。日本のキリスト教会には、 千万救霊の実現という合言葉が定着している。ピーター・ワグナー博士によると、日本千万救霊のビジョンはまず最初に、超2977年に神から示された。以前に50万人協会の目標を聞かされ、気が狂っていると思っていたが実際に実現したため、このビジョンもその目標は、神から来たものに違いない、と確信したという。 1980年7月から1998年3月まで近畿テレビ他全国ネットで放送された番組は日本1000万人の救いを願ってというオープニングナレーションで始まり長が日本語で語った番組用に録画したメッセージ質問コーナーなどを放送他にも南寺島純福音協会や世界各国での 蝶の宣教の日本語を吹き替え放送、クリスチャンの証、賛美、牧師のゲスト出演など。司会は、大久保緑牧師。またゲスト出演した著名クリスチャン、牧師は多数である。日本へ最初に、蝶を招いた、吉山広志牧師、滝本明牧師、大川つぐ牧師、菅原渡る牧師、水野明宏牧師、坂江義師牧師、バンダイ英史牧師、 青木康彦牧師、稲福エルマ牧師、大川秀平牧師、ウィリアムウッド牧師、瀬尾光樹牧師、吉田義行、ベアンテ、ボーマン宣教師、小宮市、荒垣務、小坂田市、岩渕誠、アーサー・ホーランド牧師、石井望みなおほか、長を同会長とする南寺島純福院協会は、純福院神学を基本教理としている。それは、 聖書に記されているお言葉をあるがまま受け入れる、純粋な福音であるとし、その基礎となるのは、五重の福音と呼ぶ聖書の五つの主題、そしてその福音の適用としての、見えの祝福であるとしている。この神学に対し、繁栄の神学、ご利益信仰だとする意見があるが、長はご利益信仰を説教したことはない。恵みについてだけでなく、むしろ、 キリストを信じることにより十字架を背負うこと、神による訓練についても説教している。蝶は、世界選挙をするにあたって、訪問地の人々に名前を覚えてもらいやすいように、という配慮から、パウロという英語名を用いるようになった。国の言語によっては、蝶などの発音があまり用いられないため、覚えにくかったからである。また、尊敬する。 パウロ先生のように神のために働きたい、という思いも込めていた。1990年代初め頃、韓国のアッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団は、エイジー・キリスト、エイジー・イエスの二つに分裂した状態だった。統一に向けた話し合いが不調だったアルビ、神は、英語名をパウロからダビデに変えようと言われた。当時の南神島純福音教会の長老たちに、 話すと猛反対された。蝶は名前を変えるのは本当に大変です。印刷物なども全部変えなければなりませんし、海外の方も別の人物と勘違いするかもしれません。長老も猛反対です。と必死に神に説明するも断固変えよと命じられた。パウロ長四義の命を教団の統一という十字架に捧げよ。 そしてダビデチョ義ヨンギとして復活するのだ。神に指示された通りに両教団関係者との会合で宣言し、両教団は不可能かと思われた統一を電撃的に果たした。2014年5月には、韓国教会の大統合のため、韓国キリスト教総連合会と、韓国教会連合の双方の関係者より、チョウが大統合の中介役として推薦された。 ソビエト連邦の崩壊から1年後、長はロシアを訪問。1992年6月16日から3日間の政界を開催した。ロシア政教会の組織的妨害が懸念されたため、KGB 秘密警察の警戒の下で行われた。クレムリン宮殿は国会議事堂であり、管理も厳しいところであるため、ロシア内務省の許可を受け、説教した。その中で、 蝶は、共産主義、無神論を激しく非難した。これに、危機感を持った、保守主義者、共産主義者、ロシア正教会が、このような説教をさせてはいけないと3日目に、クレムーリン宮殿の門を閉じてしまった。信教の自由と言いつつも、まだまだ権力層の宗教弾圧が存在していたので、ある。雲のような群衆が、宮殿横の公園に集まっていた。 公園に行って説教するというと長老が必死で止めた。今晩監獄に入ることになってしまいます。喜んで監獄に行く、証になるから。ロシア関係者に長老たちと共に交渉したが、絶対許可しない、そのような説教をするとは思わなかった。公園に行くと3万名以上の群衆が押し寄せていた。クレムリンは6000名収容だが、それを遥かに超える大群衆である。 6月で白夜。深夜0時でも昼のように明るい。蝶は心が燃えて燃えてたまらない。神に祈り、行く。今晩監獄に入る。公園に行くと通訳者が逃げていていない。誰かいませんかというと、一人の女性が名乗り出た。監獄に入っても大丈夫です。地下教会が素早く発電機を用意する。マイクを木につける。説教を始めると、 群衆は泣いて、泣いて、大声で叫び、ロシアの中心に声が響き渡り、電車も止まり、バスも止まり、歩く人々が止まってみんな公園の方を見て、交通渋滞になってしまった。ロシアの警察は、大人数で、町の方へ走ってきた。逮捕される。覚悟を決め、勇気を出して、さらに叫んで説教した。さらに一週間進展警護をしていた。 KGB12 名がやってきた。こわもての彼らは一週間一度も蝶が話しかけても、話さない。KGB が、警察に話して、警察は知りいた。KGB は流暢な英語で話しかけた。先生、説教を続けなさい。私たちは先生を敬語するうち、皆クリスチャンになりました。この正解は3日間で延べ4万人以上動員し、 新たに一万三千名が信仰を持った。長は百八十一年、第四次元を表した。そこに書かれた、信仰の奥義は、二十年以上の苦闘、断食、徹夜の祈り等を通して、神に忠実に従う中、神ご自身から掲示された。それは聖書に書かれている、あなたの信仰の通りになれ、見えるものは目に見えるものでできたのではないという法則の、奥義である。 そして近年になって特に、神は祈祷室にいる蝶に、1日に1時間以上耐えず、啓示を与えた。蝶は感激し、魂を揺り動かされた。それを、他の人々と分かち合いたいと切実に思い、新たに2006年に、4次元の人マイナス3次元の人生を支配するを表した。この書は、蝶の真骨頂と言える大作である。 第四次元の信仰に対して、自己実現の焼き直しに過ぎない。とする批判があるが、父なる神が、ご自身の偉大なる、五行を人間を通して実現することについて、書かれている本である。2014年4月、ソウル南部地方裁判所は、長に対して、虚偽の事実を流布し、名誉を毀損したとして起訴されていた人物に対し、 情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律違反で200万ウォンの罰金令を下す。韓国の国民日報によると被告人はインターネットに掲載された内容を引用しただけと主張したが認められなかった。法律事務所ロゴスの関係者は同氏に対し今回の判決は超牧師に関してインターネット上に ルフされている言葉にもすることができない。あらゆる疑惑と悪口が虚偽事実であることを確認したものだ。インターネットで虚偽の主張をルフする人々にこれ以上の違法行為をしてはならないという警告を与える意味があるとコメントしている。2011年3月の日本の東北地方、太平洋沖地震に関して、蝶の発言がインタビューをした編集者によって、 歪曲され、物質主義中心で、世俗的で、偶像崇拝の社会である日本に対する神からの警告と述べたなどと誤った内容で、オンライン新聞に掲載されてしまったため、韓国国内で激しい批判を浴びた。その後該当記事は削除され、インタビューが歪曲されていたことに対する、日韓両国民及び庁への謝罪文が、オンライン新聞、ニュースミッションより発表された。 2013年6月10日の朝鮮日報は2013年6月8日にソウル中央地検調査部が南寺島淳福音協会に約157億温相当の損害を与えた疑いなどで告発された長もを特定経済犯罪過重処罰法の背任容疑で在宅起訴したこと容疑の内容は2002年に長牧師が長男の 諸悲潤元国民日報社会長が所有していた建物を管理する愛車の株式25万株を適正価格の4倍近い価格で購入するよう指示し、協会に約157億ウォンの損害を与えたことを報じた。2014年2月20日に判決が言い渡され、同協会に131億ウォンの損害を与えたとして、長は、懲役3年、執行猶予5年。 罰金50億ウォンの判決を受けた。町が在宅起訴された際、南寺島淳福音協会側は、巻き替えに専念していた町は、一般企業で行われるような株式売買や、株式の価値評価など詳細な業務を支持するだけの専門知識はなかったとして、不当な起訴だという立場を表明。 同協会の教職や新トラ16万人の署名を集め、聖画に書を提出していた。この事件の内幕を報道した記事によると、裁判長は事件の背景を理解し、長に、これはあなたの問題ではないことを知っている。息子に責任を負わせれば責任はないと言ったが、蝶は息子が私に不義を行っても、 私は、私の息子に不義を行うことはできませんと答えた。2016年6月30日に、ソウル西部知見刑事2部はこの事件について、すべて権威なし決定を下し、不起訴とした。しかし、2017年5月17日に、韓国の最高裁、第3部は、長側の上告を棄却した。これにより、 懲役2年6月、執行猶予4年を言い渡していた二審判決が確定した。ありがとうございます。